机紹介はまた別でやるからね。こんにちは、ももかでーす。はい、ということで、なんだなんだって感じだと思うんですけども、そう、皆さん、私、ももかの机がらっと変わりました。でね、1階、下にあったパソコンを、2階の私の部屋に持ってきたって感じになっております。ちなみに明日イケアに行って、プラスでちょっとお買い物したいものとか、ここら辺のね、装備させたいものとかあるので、そういうの買って全部揃ってからまたね、動画、ちゃんと机紹介って動画でやりたいと思います。お楽しみに。ということで本日は緊急報告でーす。夏休みも始まったということで、久々に緊急報告動画撮っています。それでは、行ってみよう。ではね、ちょっとどんどん喋っていきまーす。どんどん喋っていきますっていうのもよくわかんないんですけども。でも夏休み始まったということで、結構コメントとかでもいただいたんですけども、夏休みライブやっちゃいまーす。YouTube のライブ配信ですね。そう、で、全然やれてなくてですね、インスタライブを最後、結構前にやったかなーぐらいだと思うんですけど、ちょっと久々にね、YouTube ライブもやりたいと思ってて、もう今回部屋でライブ配信の環境整っておりますので、私のルームでやりたいと思いますね。何時ぐらいがいいんでしょうかね。これ毎回聞いてるんですけども、なんか何時ぐらいなら見れるっていうのあったらね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。なんか曜日的にはね、月曜か木曜、ももかチャンネルがお休みの日にやりたいなって思ってます。月曜か木曜の夜。一応9時、21時からの予定ではあるんですけど、なんか案とかあったら教えてください。ちゃんとね、ライブやる前に告知はまたするので、ストーリー、インスタのストーリーとかも何かしらですると思うので、そちらもお待ちくださいって感じですね。まあね、一応もう近況報告動画見てくれてる時点で結構ね、ももかチャンネルを見てくださってる方なんですけども、まだね、もしインスタとかをね、フォローしてない方とかいたら、ももかチャンネルをね、インスタフォローお願いします。Twitter と TikTok ですね。はい、TikTok といえば、私ももか、いつからでしたっけ、いつからか、ちょっと年齢制限になって、なんかコメントも封鎖され、おすすめにも乗らないみたいな事件になりまして、そこからやっと、あとなんか4ヶ月ぐらい、11月誕生日なんですけども、11月になったら、そして16歳になったら、やっとそこから解放されるということでですね、なんか、今までコメントとかもなんか相互してる人しか書けない感じになっちゃってて、そう制限されちゃってからなんですけど、やっとね、相互してない方でも書けるようになるっていうのがやっぱ個人的にめっちゃ嬉しいし、なんかさ、自分的にめっちゃ張り切ってさ、撮った動画もさ、一切なんかおすすめ乗らないからさ、バズるってことがなくなっちゃったので、ここ、まあ2年ぐらい経ったので、ちょっとね、久々にその感じ、おすすめに乗ってちょっとバズった感じを味わいたいですね。その時はまたね、多分 TikTok でも言うと思いますので、TikTok もフォローお願いします。ちょっとなんだろう、最近ね、まあこのゲーム、結構ゲーム部屋って感じになったんですよ、ここの一角が。そうで、ちょっとこれもうちょい可愛くデコレーションしたいなって思ってるんですけど、最近結構ほのちゃんとね、ゲームやってます。昨日の夜もやりました。エペですね、エペ。うちらね、ランクめっちゃ低いのよ。普通に下手くそな人たちなの、うちら。だから、その、ちょうどいい下手くそチームだから、で、上手い人とやっちゃうとさ、ランク下げちゃったりするから、下手同士で楽しくやってます。あの人すっごいキルバックするから、すごい全部取ってくから、知ってます？無能番組のホルモンちゃんすごいキルバックするんです。ほのちゃんとね、ゲーム実況とかもね、夏休みできたらいいなって思いますね、マジで。で、面白そうだよね。まあ、夏休みといえば宿題ですよね、大量の。どうですか、皆さん。終わりましたか？私、ももかは、まあ今、ちょっとずつ、まあ、進めております。まあ、一応ね、前半中には終わらしたよね。夏休み前半中にはもちろん。後半ギリギリってなるほどじゃないと思うんですけど、量的には。別に作文とかないので、まあありがたいねって感じで、習字とかもないのでね。ああいうのって地味になんかめんどくさい、習字とかさ。楽しいんだけどね。うち結構好きなんだよね、習字やるの。楽しいんだけど、ちょっとね、いろいろめんどくさいじゃないですか。なのでそういうのがないからまだマシだなって感じなんですけど。なんだ、まああんまちゃんとがっつり計画はね、小学生みたいに立ててないんですけども、前半には終わらせようと頑張ります。って感じです。あと皆さん前髪切りました。なんかちょっとストーリーインスタのストーリーで言ったからね、知ってる方もいると思うんですけど、前髪ちょっとかっつり切りました。こんな感じです。マジ伸びちゃってさ、しかも暑かったから巻いてもすぐ巻き取れて、でもううねっちゃうから、もう全部ね横にかっちりやっちゃってたの。でもね、こう切ってから結構良きになりましたね。前髪の調子も結構良きなんだよね、最近。で、結構最近めちゃめちゃ髪のケアも頑張ってて、もうね、小学校の時とかガチでほとんどマジ自然乾燥だったんですよ。タオルドライして寝るみたいな感じだったんですね。今思うとほんとありえなくって、もう毎日ちゃんと乾かしてます。まっすぐこう
そう、流さないトリートメントとかつけて、なのでね、サラサラって言ってもらえること増えて嬉しいございます。まあ、傷んでるのでその分ちょっと賄っていこうって感じです。で、いよいよですね、ももかけ夏休み始まってビッグイベント来ます。ということで、来週からももかけ沖縄旅行行ってまいりますね。めっちゃ嬉しい。てか、沖縄行くの小学校2年生の時以来ですね。まあ、黒歴史動画第2弾でね、沖縄動画出てるんですけども、それ以来なのでマジ楽しみですね。ちなみに沖縄からももかチャンネル見てくれてる方とかいますかね。もしいたらね、なんか会えたらめっちゃ嬉しいですよね。あっちの沖縄でテンションマジ上がりますよね。だって運命。ちなみに桃かけ8月1、2、3、1、2、3と言ってますので、ぜひ沖縄で見かけてくれた方はぜひ声かけてください。絶対に声かけてください。誰かね、沖縄詳しい方とかいたら、なんかここ絶対行った方がいいよとか、ここめっちゃ映えるよとか、なんかあったら教えてくれたら嬉しいです。私、美ら海水族館も行きたいんですよね。なんか小学生の時行ったんですけど、1、2回ぐらい行ったのかな。まあ、ちっちゃい頃だからあんま水族館の面白さとか、多分1回行ったらもう満足する感じじゃないですか。だったので、多分ね、もうね、3回目ぐらいにはもういいっつってね、行かなかったんですよね、確か。で、最後の小学校2年生の時行った時は多分行かなかったんです、ね、多分っていうか行かなかったんですよ。なので、久々にちょっと脳みそしっかりできてる状態で行きたいですね。水族館マジうち好きなんだよ。生物が好きだからさ、なんかインスタ映えスポットとかあってもあったらいいね。海も行きたいし、あととりあえずもう天気が良ければいい。本当に天気が良ければ本当にいいね。これなんかアメリカンビレッジってやつ、あれね、うち行った時あったのかな、それとも知らなかっただけかもしれないんですけど、そこもめっちゃ綺麗っていうか超雰囲気可愛いんだよね。気になります、実に気になる。あと桃かけ、一番定番な国際通りっていうのあるんですけど、なんと家族全員一回も行ったことないんですよ。なのでちょっと定番ということで、そちらもね押さえておきたいなって思います。なのでぜひおすすめスポットあったら教えてください。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は久々の近況報告動画でした。いかがだったでしょうか。あと沖縄行くといえば、まあ、パルムヒは今回も故郷のドリームゲートさんに預かっていただくので、またねドリームゲートさんのところお邪魔した時に可愛いワンちゃん見せてくれるかもしれないので、もしかしたら動画撮れるかもしれないのでね、ぜひそちらの動画もお楽しみに。ということで、夏休みまだ始まったばかりばかりですよ、ばかりですが、皆さん楽しんでいきましょう。それでは皆さん、バイバーイ。夏休み始まったばっかりって言葉すごいいいですね、いい言葉。まあ、受験生の子からしたら勝負の夏ですね。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.